まずはコストため。レシアは特殊、消費コスト軽減、なため。レオラの次に配置。なるたけ早めにピリカを配置。ボスにスキルを当てていきます。画面外でもスキルが当たります。ソラスはボスのために貯めますが、初っ端から危ない箇所があるため、そういうところにはスキルを使用します。シルセスの位置を中央寄りにすることで、ソラスまで届きませんが、それ以外のキャラを巻き回避させることができます。レオラを持ってきているので、オートかな?と思うかもしれませんが、めっちゃ手動です。安定しないので、シルセス、トリアナ、スズナの3人のうち、誰かは常にスキル点火をしている状態にしましょう。麻痺ならければ、オーガスタにより攻撃防御 HP が上昇しているので、死ぬことはありません。夜になり、敵の突進が激しくなった時は、ソラスをポチポチしましょう。また、ソラスの攻撃はボスに全力振りしましょう。ピリカは回復不可なので、ソラスで守ってあげましょう。以上、説明は終了です。はじめのコストため、ソラスポチポチ、巻き回避スキルを常に点火、の3点を守って楽しい、ブアンパイア祭りをぶ壊しましょう。Thank you.
チャンネル登録、高評価もお願いします。